京都で飲み三昧。学生時代に入れなかったお店に、15年の時を経て初来店、名店ばかりで大満足。それではスタート。今回はキックボクシングの試合のために京都にやってきました。延長にもつれ込んで1分の間が経過されて負けちゃいました。惜しかった。じゃあ鼻が痛い。反則を恥ずかしい。いいおじさんが鼻に反則をってちょっと恥ずかしいっすね。こんなにおしゃれなホテルなのに106,000円で泊まることができました。今回の試合が1回帰落としたんで、まあ、練習量がやばくてやっぱ疲れましたね。今回旅のテーマは学生の時に気になってたんだけれども、勇気がなくて入ったことがなかった店に行ってみたいと思います。15年の歳月が流れてついに、はい、どうぞ。テーブルが選びたんですけど、なんか価格の上ですよね。でもさ、一番安い位置。うまい。今日はダメージもなかったんで乗ります。いやー、味が締めてて最高でした。いやー、これ止まらんやつやわ。ハイビ戦的な。いいこと思いついてしまったわ。アクロバティック技や。噛んだ瞬間にふわっと崩れるやばさよ。あんな美味しいやつや。疲れが吹っ飛んだ。悲しか一味かどうかですか。ごめんなさい。悲しか一味か。一味で。はい。これは大手羽先うますぎて突っ込んでもうた。やべえ。この店の良さは学生で分からへん。R30指定の店や。この年になってこれでよかった。これは決して。続いてはこの鴨川沿いにある城の舞台。そもそも何屋さんかは知りませんでした。
の。この餃子めっちゃ好きやわ。これは箸が止まらん。ここは学生じゃ合わへんな。てか今の年齢でも背伸びしてくる感じですね。ジャケット着てね、綺麗なお食事会みたいなやつ。そんな大人早くなりたい。めっちゃ古いんですよね。ですよね。僕学生の時京都やったんですけど、学生で来れなかったんで。そうですか。だからもうすごい今ドキドキしてきました。これを機会にぜひお願いします。ありがとうございます。チャーハンとかね、800円からね。ありがとうございます。学生の時を来てた山地、一つだけめっちゃ気になった店があるんですよ。ついに足を踏み入れることに。中はカウンターだけの昔ながらの渋い居酒屋でした。こちらが思ったこと、こうあるべき全部こう、空気をアホは分かんない関西はそれで言ってるやつ。それよりもそれよりもまずはちくわから食べましょうかね。ビールちょうだい。私がしっかり締めててうまし。もうだってもう終わらない。大きなれば大きなるほどね。確かに管理とかも絶対美味しいやつやん。大事よね。はい。ちょっと黙っときで。そういうのは言って。まあ言えてるけど。熱々で体の脂肪が固まるわ。うん。私は豆ってさ、金閣まで飲むやん。だからめっちゃ甘いとか思ってたら、あれで、たまたま隣のご夫婦と話すことになって、術ながりでその横のお姉様たちと話すことになり、その間にか2時間ぐらい喋ってました。でもこれが関西にいたいですよね。この店昼間でやってるんですよ。はい、優勝。夢中で食べてないわ。この子もだいぶ酔ってるやん。さすがにもう眠いので帰ります。元気
なくて食べれず。行きたかったというか、プチ思い出の場所です。バイトの面接を当時プチしたところですね。いやー、当時はほんまに悪いことしましたね。めっちゃ薄皮で具だくさんや。食べにくそうやけど、早速落としよった。具材が細かく刻んでるから食感がめっちゃおもろい。バイト版お好み焼きみたい。おやつって感じですね。最後に一言、面接をプチしてすいませんでした。ここもちょっと気になってたんですけど、青すぎて入りづらかったんですよ。お、映えそうなもの発見。めっちゃ綺麗。おっさんでもテンションがあるわ。ゼリーめっちゃ優しい甘さと柔らかさ。学生時代に京都6年住んでましたけど、当時気になった店まだまだいっぱいあります。15年経っても京都の思い出は色あせません。学生時代フレッシュな気持ちに戻れる本当に好きな場所です。ここが私のアナザースカイ。